Hi guys, it's Stacey here. So I wanted to finish watching Mission before I start. This is Reiko, but I really want to know Reiko's story as well. Like, I really want to know Reiko. So I'm starting This is Reiko, number one, The Road to Artist Debut. So today I'll watch number one and number two. Let's get into it. This is Reiko. Oh, Reiko. ダンスとラップみたいなのは未経験なんですね。未経験です。その中でこのオーディションを受けようと思ってくれた理由とか動機とか教えてくれたら嬉しいです。はい。僕は歌もダンスも習ったことはないんですけど、その人のダンス、人の歌を聴くことが好きで、そこから始まって自分もやってみたいって気持ちになったので応募しました。ありがとうございます。はい、今日はパフォーマンス見せてもらえるの楽しみなので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この出会い、あなたがまた私を好きになり。5カ国語が喋れるんですか？日本語はもちろんなんですけど、英語とスペイン語とポルトガル語とフィリピンの公用語のタガログ語が話せます。24時間前初めてね、ダンスレッスンをやっていたのが君だよね。はい、君だよね。言葉にならないです、感情が。すごいです。歌もすごかったけど、その歌のすごさは変わらないまま、これだけパフォーマンスとしてのダンスをやれるんだっていうこと、たった24時間で1曲ちゃんと、でそれを周りがみんな支えてこの状態に持ってきてくれたことで、たまたまその曲がこの Beautiful Now っていうタイトルだったこと、神がかってたと思います。15位、カドサワン玲子。1日でこれだけ伸びた人間を僕は見たことがないです。そして伸びた結果何が起こったかっていうと、もともと声がいいなあ、歌がうまいな、上手くなりそうだなって思ってた歌まで上手くなってました。多分音楽との距離が縮まったからだと思います。君はダンスの練習しかしていないのに、ダンスのことを考え続けて、音楽のことを考え続けて、パフォーマンスのことを考え続けて、チームのクオリティを上げることを考え続けて、その結果もともと持ってた武器の歌まで上手くなった。こんなこと見たことがないです、正直。ここ何年かで一番感動しました。こんなに音楽が好きな人なんだというのを猛烈に感じました。音楽のことが好きで好きで好きでしょうがないという時間を過ごせば過ごすほど、音楽側からこっちを好きになってくれることがやっぱりたまにあります。音楽に好かれたサビだったと思うし、一番大事な本番でのブレイクの部分で今までで一番声が伸びたっていうのも音楽からのプレゼントだったと思います。少しロマンチックなことを言ってるように聞こえるかもしれないですけど、それは本当にロジックがあってのことなので、音楽を好きでいること、音楽と距離を近く持つこと、音楽と仲良くなることっていうのは本当に大事なことだと思ってるし、それを証明してくれたのはレイちゃんだったと今回強く思います。日が見えてきたかな、プルプルプル、わーもてー、悲しい時だって。宿の1ヶ月前くらいからずっと考えてたのが、こう自分がどういうアーティストになりたいかとかで、たどり着いた答えが、自分は音楽に救われたから音楽に恩返しができるようなアーティストになりたいと思ってて、音楽の良さを自分の体で表現できるようになればなるほど、それが恩返しができるんじゃないかなって思ってるから、今日は音楽に恩返しができるような最高のパフォーマンスをやります。やりました。
やりたい音楽の形というのは、おそらくオーディション応募していた頃のあなたが描いていたものとはまた違うものになっていると思います。一回あなたが今後どういうアーティストとしてどういう形でどういう音楽をやっていくのか、一度だけぐるりと一周考えて、もう一回、世の中に出る準備をするのはどうかなと思っております。もしもフィールしてくれるところがあるなら、それも追って話しさせていただきたいなと思っています。ザ・ブラッド！That's ended already. Do we have number two? Let's get to number two. Oh, Rico. I don't know about Rico's story. It makes me sad and makes me happy at the same time. It makes me proud. I don't know. It's just a different kind of emotion when it comes to Rico. The first っていう名前の通り、自分のアーティストの本当に原点、音楽が大好きだった期間もやっぱ本当にちっちゃい頃が大好きだったけど、それをやる、音楽を聴く楽しむ側としてじゃなくて、それをこう作って自分がそれをパフォーマンスして人に影響を与える側になるっていう決断が決まった、その自分の人生の中での一つの大きな時だったから、でそれを本当にあの15人で、あの10人で過ごすことができて、共有することができてマジで幸せだなって思うし、ザ・ファーストから約2年というか2年だけど、いろいろ遠回りとか、そのこっちかな、いやダメだったっていうのを何回も重ねて、いろんな悔しいこととか悲しいこととかも乗り越えて、やっと自分のスタイルで自分の道で歩むことができるから、本当に嬉しい。地方公演、大阪、名古屋、福岡、広島、仙台とやってきたんですけど、やっと東京来ました。息が止まるくらいの甘い口づけをしようよ、一言もいらないさ、とびきりの今を、勇気をくれた君に言ってる場合じゃないから、言葉よりも本気な、ラララララさ、自分と音楽と周りにいる支えてくださるみんなを同じように今まで通り愛し続ければ絶対報われるから、諦めず、なんか涙流してもまた立ち上がって夢叶えようって思い続ければなんとかなるから、頑張れ頑張れ。Oh, Rico. So this is Rico, Road to Artist DP. I'll see you in the next episode. When one video ends, just open up another one. It's called binge viewing. Go ahead. I support you.